カエターのエマヌエウ、ビアナ・テレス・ベローゾは、ブラジルの作曲家及び歌手。ベローゾは、バイア・シュー、サント・アマーロ・ダ・プリフィカ・さんで、ジョゼ・テリス・ベローゾとクラウディオ・ノール、ビアナ・テリス・ベローゾの7人の子供の5番目として、生まれた。彼は、彼のすぐ下の妹の名前を、その時人気のあったネルソン・ゴンサルベスの曲から、取って付けた。それは、マリア・ベターニアであった。 マリアは彼に先駆けて1960年代の中頃には歌手として有名になっていた。彼は1967年にガルコスタとのデュエットアルバムドミンゴをリリース。このアルバムは彼が後に発表する作品とは異なり純粋なボサノバアルバムであった。彼の初期の音楽は同じバイヤ出身であるジョアン・ジルベルトやドリバル。 カエミからの強い音楽的影響を漂わせている。特にジョアンからは、音楽性だけでなく、その音楽人としての生き方に影響を受けており、ジョアン・ジルベルトの継承者とも称される。しかしその後は、ジルベルト・ジル、ガルコスタ、トン、ゼー、シコブ・アルキ、ムタンチスなどの彼の音楽仲間たちと共に、後期のビートルズなどからの影響を多分に受け、トロピカリアと呼ばれる音楽的ムーブメントを、 形成していった。これは、ブラジルのポピュラー音楽と欧米のロックンロール、そして前衛芸術的な音楽の要素をミックスし、より国際的に、よりサイケデリックに、そして社会意識的なサウンドだった。ベローゾの政治的なスタンスは、1985年まで支配したブラジルの軍事政権の独裁に対する敵意を、 根源とする純粋な左翼的スタンスであり、彼の歌はたびたび検閲され、焼かれることもあった。彼はまた、社会主義者からは距離を置かれた。彼の音楽が、非国家主義的な思想の指示を受け、またその象徴だったからである。ベローゾとジルベルトジルは1968年に、反政府主義活動の門で刑務所に入れられ、二人は1969年7月に、 共演ライブを行った後、ロンドンへ亡命した。翌月には、亡命前に録音された、ホワイトアルバムが発売される。そして、ロンドンで、インロンドン、トランザといったアルバムを制作した後、1972年に帰国。同年11月22日、後に、ミュージシャンとしてデビューを果たす息子、モレーノ・ベローゾが生まれた。それからの彼の作品には、 国際的なスタイルだけではなく、少し忘れ去られてしまったようなブラジルの伝統的スタイルやリズムも多く取り入れられるようになった。1981年のアルバム、オートラスパラーブラスは、ベローゾのアルバムとしては初めて、ブラジル国内の売り上げが10万枚を突破した。1980年代になると、ベローゾの人気は、ブラジル国外でも高まり、イスラエル、フランス、 アフリカなどでもツアーを行った。また、1983年には初のアメリカ公演を実現させる。1989年のアルバム、エストランジェイロはアートリンゼーが共同プロデューサーとして参加し、ベローゾのアルバムとしては初めてアメリカ版も発売された。2004年までに彼は尊敬される多作な国際的なポップスターとして、 ペドロ・アルモドバル監督の映画、トーク・トゥ・ハーヤー映画、フリーダのサウンドトラックの曲を含む50以上のレコードがリリースされている。1997年には、彼の初期の頃のことやトロピカリア運動について記した書籍、ベルダージ・トロピカルを出版。同書は、2002年には、トロピカル・トゥルース、エース・トーリー・オブ・ミュージック・アンド・レボリューション・イン・ブラジルというタイトルで英訳された。 また、1997年のアルバム、リーブロは、2000年2月に第42回グラミー賞で、最優秀、ワールドミュージックアルバム賞を受賞。1998年2月20日には、母校のバイヤー連邦大学より、名誉教授の称号を与えられた。2000年、ジョアン・ジルベルトのアルバム、ジョアン・セート・ギターをプロデュースした。アルバム、異国の香り、アメリカン・ソングスは、 彼の初めての全曲英語の CD である。この中でニルバーナのカムアズ・ユー・アーやアメリカン・スタンダード・ナンバーなどをカバーしている。2006年のセイ、2009年の GEG、2012年のアブラサスソといったアルバムは若手ミュージシャン3人からなるバンダ性と共に録音された三部作として位置づけられている。ありがとうございます。